ンドトゥーっていうのが必要なんですけど、この車はなんと、シフトダウンをするたびに、ちゃんと回転数を勝手に合わせてくれるという機能がついてるんですよ。いいですかこれ。今6速です。2000回転。おお、ほら。下がるんですよ。ちゃんと回転数を合わせてくれてるっていうのがすごいね。こんにちは、ウィンマンズの小出です。今日はガレージある厚木店に来ております。今日も天気がいいです。今日はですね、ちょっとご紹介したい車がこちらにございます。フェラーリ DZ がずらりと並んでおりますが、 34Z、 これレイルサイド、これもニスモの 34Z ですね。今日はこちらのニスモ 34Z をちょっとですねご紹介したいと思います。ちょっと見ていきたいと思います。ですね、これは平成27年式のフェラーリ GZ です。ニスモ仕様になっているんで、ちょっと品格が違いますね。これガナドールのミラーだな。ミラーは変えてますね。ここにねニスモというエンブレムがきっちり入ってますけどまずニスモ、これサイドのところの、これ一応一体なんですけど、これこの形状に、こういう形状になってて、でまあ、ガンメタリックとこうレッドメタリック調にこう塗り分けられてますね。34Z は最初からモールがここに入ってるんですけど、これは日産が 33Z から 34Z にまあ、進化したんですけど、その時に、横幅をちょっと広げてるんですよね。なのでワイドトレッド化してるんで、ここにモールが貼ってあることになったそうです。こちらがホイールですね。これもまた純正なのになんかこだわったホイールですね。もちろん傷一つございません。うちはね、これ削り出しのところにガンメタっぽい色が塗ってあるんですけど、でキャリパーはもう4ポットの日産の純正ですね。タイヤはブリヂストンの補填座。サイズがですね、これ見ると245の 40R19 インチのホイールです。
じゃタイヤの山はですね、見ていただくと、タイヤの山は、五分山ってとこですね、残りは。五分山ぐらいは残ってます。で、一応これが、前から見た感じ。ヘッドライトですね。これは全く純正です。もうすごいプロジェクターですよね。もうここは山陽はここがこういうふうに流れるようなこのラインがあるのが特徴ですね。これフォーグランプで、フロントにもここから開口口があってエアを吸うんですけど、エアを取り込むんですけど、ここにもサイドと同じようにこれシルバーなんだけど、ガンメタの色に赤メタリックみたいな色で色分けされてますね。でここにもミス、天井のこの凹凸もね、こう空気の流れを考えたデザインになってるみたいですね。で、テール周り、はい、これマフラー後ろももちろんこのフロントとサイドと同じようにアンダー部分に色分けされてて、これガンメタリックと、赤い色でちゃんと色分けされてますね。これバックフォグでしょうかね。でここはこれ外すと牽引フックを入れれるようなネジになっているはずです。これバックカメラで、ここのボタンを押してパカッとこれが開くよっていう。ここマフラーですね。ここ見てください、ニスマ、日産ニスマ、どこ純正です。ニスも純正です。下回りもめっちゃ綺麗ですね。これちなみに走行がまだ1万キロ走ってなくて9000キロなんですよね。なので下回りも全然綺麗です。これ見てください、このエアロ調になったこのダクト、これはちゃんときちっと穴が開いていて、ここからこの後ろの空気が流れるようにはなっています。で後ろのタイヤホイール、もちろんこれも19インチで同じタイヤなんですけど、サイズがですね、これなんと 285-35R19 ですね。後ろと前ではちょっと後ろの方がもっと太くなっています。でこれタイヤの山ちょっと見てみますと、変な減り方もしてないですね。ちゃんと均等に減っていて、これも五分山ぐらいかな。結構グリップいいの履いてるんでしょうね。こっちも両側、外側にもニスモが入ってるね。はい、じゃあ内装見てみましょうかね。これね、Z はここをグッってやると窓がちょっと下がるんですよ。わかります？開けるとちょっと下がって開くようになってます。お、このサイドステップ見てください。もうニスモのこのニスモだからこその車なんですけど、これカーボンだね。これ本物のカーボンでニスモっていうエンブレムが入ってます。
です。もちろんカーペットもフロアマットも椅子もですね。このペダル類とかもこれは純正だと思いますけど、ちょっとただ単にゴムっていうんじゃなくてアルミと融合しているような感じですね。奥のペダルなんか色が入っちゃってますね。ここに ETC で、ここに、鍵がもちろんこういうフェアリー Z っていう鍵になってて、これがオンオフという形になってるんですけど、これをねここに入れれるようになってるんですよ。こうちょっと収めることができます。忘れないようにですね。でね、ドア周り見てください。これもうよくランボルギーニとかスーパーカーにあるようなスウェード調のこのパッドになってて、赤ステッチ、黒に赤、わかりますか。これ綺麗ですね、かっこいいですね。でこれ BOSE のスピーカーが入ってます。でまたちょっとびっくりしたのが、このね取っ手のところとかの、これが普通、まあ大抵普通考えるとシルバーなんだけど、これがねガンメタになんですよ、色が。これかっこいいですね、おしゃれですね、これはすごい。で一応見てみると、シートですね。うわこれもすごいシートですね。メーカーはレカロのシートです。レカロなんですけど、もうニスモバージョン仕様になってます。革です。本革とこのスウェードのハーフレザーになってますね。ここにサイドエアバッグが隠れてるんだね、すごいな。ここからズバッと出てくるんでしょうね。で一応この調整式なのは、この前側がこう動くのと後ろ側がこう動くのがここについてまして、あと前後の調整はこのレバーでしますよ。やっぱレコロのレクライニングはここで調整していくっていう感じなんですね。はいはい、それはもう譲らないんだね、レカロが。もう使用感とかもほぼないに近い、もう新品に近い、もう匂いが違います。助手席なんかもこれもうめちゃめちゃもう新品同様ですね。ちょっと座ってみましょう。あ、ブラック調にまとまったのコックピット、かっこいいですね。これハンドルがまず、ここにまあもうセンターに Z って入ってて、まあスイッチ類はこれはもうオーディオ系のコントローラーですね。で今この状態でいくと、一応ここにレバーがあって、これを下に下げると上下の調整ができるようになってます。だからこれハンドルだけじゃなくメーターも一緒に動くんだね。こういう感じで動くようになってますね。俺はこれぐらいかな。でもちろんもうこの目線に合わせたこのハンドルのこの窓に全部が収まるよと。でスピードメーターは右側で、タコメーターがど真ん中にありますね。あと左にいろいろインジケーターがついてる。このなんかこのスピードメーターのこの刻み方もちょっとおしゃれですね、粋ですね。なんですかね、やっぱ高級時計の文字盤みたいなような感じのイメージが俺には感じられます。はい、で Z 伝統の3連メーターがここにど真ん中にあって、センターにはナビゲーション、これ H パターンの6速になりますね。これ S モードっていう、スポーツモードっていうのがあるんでしょうね。
キャニオン Z は 33Z と比べてこの後ろのタイヤが若干前にずれてます。よりホイールベースが短くなってるんで、回転性が良くなってるんですよね。なので 33Z と比べると横幅も広がって、ホイールベースも縮まってます。そう設計されてるみたいですね。ここら辺も全部ドアと同じように、ここはスウェード調の赤ステッチなんですけど、ここの周りの部分、これはね、なんと革なんですよ。ここの部分もね、ずっと革でちゃんときちっと貼ってあります。でここの横部分がスウェード調の赤ステッチで、ここはね革で巻いてあって、ここもちゃんと赤ステッチで統一されてますね。すごいこだわってる。でここの部分の色合いもさっきの横の取っ手と同じようにガンメタリック調で、ニスモっていうエンブレム入ってますね。一応33はもうショートストロークなんで、全然ちょっとこうストロークが短く進みますね。で一応こちらがコンソール、これパカッと開けるとこういう風になってます。ここにはオーディオのアウトプットが入ってますね。であとはその整備とかに使うようなカプラーとかが入っていて、ここはシュガーライターのソケットになります。でちなみに後ろはですね、こういうあの物を置けるスペースがあるんですけど、ここはですねポケットになってて、車検証入れとか車検証とかそういう書類を入れるようなスペースがここに設けられてますね。地デジ対応です。地デジ対応でバックカメラも入っております。ただ走行時はサイドブレーキ効かないと見れないので、それはキャンセラーが必要になりますね。ここにね、シフトゲートが出るんですよね。1速だとか2速だとか、そういうのが出てますね。今何速だよっていうのをここで教えてくれてます。今回はニスモ Z ということもあって、ちょっと高速走行してみたいと思います。カーブなんで、すごいしっかりと踏み込んでくれてますね。やっぱりThank you.
これミッションなんですけど、アクティブなんとかコントロールっていうのが入ってて、あの通常あのレースとかその速い走りをする上ではヒール&トゥーっていうのが必要なんですけど、この車はなんと、シフトダウンをするたびに、ちゃんと回転数を勝手に合わせてくれるという機能がついてるんですよ。ヒール&トゥーができなくても普通にちゃんとヒール&トゥーができてるかのような機能がついてるんです。すごいね。いいですかこれ。今6速です。2000回転。おお、ほら下がるんですよ。ちゃんと回転数を合わせてくれてるっていうのがすごいね。やっちゃえ日産ですよね。やっぱり何がすごいって、やっぱ 3700cc のこの355馬力、そこ知れぬこのありふれるこのパワーですね。それをコントロールするさまざまな機能っていうのが実はすごいですよね。でさっきのシフトっていうのがシンクロっていうのはこの S モードにするとなるみたいですね。3速、この今のバーンっていうのはこの車が自動的にやりました、自分で。すごい機能だな。まあ本当に日産が、積み上げてきた技術と、まあ、西本さんが協力してね、こういう名車を作っていくでしょうね。こういう車に乗れるだけでもう本当に幸せです。ただこの車の本当のパワーとかね、その性能を出し切るのはやっぱり公道じゃ無理なんで、サーキットとかの舞台でこう活躍できると、もっと車のこの車の良さが分かるんじゃないかな。これバックモニターもきちっと入ってますね。はい、はい、到着しました。素晴らしいですね。新しいニスモ、ニスモの本気を見た感じがします。ちょっとこれがライトをつけた感じのになってますね。はい、こちらの車は厚木店に在庫しておりますので、興味ある方はぜひご連絡ください。またいつも通り、あの見てほしい車があったらインプレッションしますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。